大家好、台湾の皆さん、こんにちは。松岡真由です。久保田正孝です。この映画はたくさんの愛が詰まった物語です。私が演じる花子と久保田さんが演じる正雄が運命的に出会うところから物語が始まります。そのままロマンスな展開になるかと思いきや、社会の理不尽さ、不条理さが二人を襲います。そこで花子は音信不通だった家族の力を借りて反撃を誓うのですが、稲妻のように衝撃的な真実が次々と明らかになっていって、物語は思いもよらない方向に進んでまいります。ラストは爽快な気持ちになってもらえると思います。花子と正雄と、そしてどうしようもない家族が織りなす愛を受け取っていただけたらありがたいです。愛に稲妻、ぜひ映画館でご覧ください。お前も少しはアクセルをビュンしてみろよ。ほんとキモい。うるせえクソ童貞。兄さん、さすがに口が悪すぎ。お前は誰なんだよ。すいません、キスしました。ちょっと期待した、私がバカでした。クソ。最後の最後にどうしようもない父親を頼ってくれた。そう都合よく解釈してもいいのかな。それで間違いないと俺は思います。愛に稲妻。一旦整理します。俺長男だから。俺が長男だから。